あずまやの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや、言葉の処方箋があればそういったこともお話しいたします。なぜならば歴史は繰り返す、昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。3月17日、今日は何の日？1691年の今日、湯島聖堂は完成しました。湯島聖堂は以前お話ししましたが、徳川五代将軍綱吉が儒学の振興を図るために建てたものでしたね。これは正確には移築ということになります。江戸時代前期の朱子学派の儒学者である林羅山は、徳川三代将軍家光から上野の忍ヶ丘に土地を与えられて、私塾と文庫と孔子廟を建てました。これを五代将軍綱吉が順次神田湯島に移築させ、幕府直轄の学問所にしたものが湯島聖堂です。さて、今は史跡となった湯島聖堂ですが、貝の木が植えられています。貝の木は儒家の始祖である孔子にゆかりの木で、紀元前479年に孔子が亡くなった時に弟子の子貢が死を偲んで墓所に植えたと言われています。中国では科挙の試験に合格した者に貝の木から作った尺を作って授けたことから学問の木とされているそうです。貝の木は1915年、大正4年に林学博士白沢康美が孔子の墓所から種を持ち帰り、農商務省林業試験場で苗に育てて、湯島聖堂や日本各地の教育機関などに孔子の木、学問の木として植えられているそうです。孔子の言葉の処方箋はたくさんありますが、今日は君子の九子をご紹介いたします。九子とは、心がけるべき九つのことという意味です。1、物を見るときははっきり見る。2、聞くときは誤りなくしっかり聞く。3、表情は穏やかに。4、態度は上品に。5、言葉は誠実に。6、仕事には慎重に。7、疑問があれば質問する。8、見境なく怒らない。9、道義に反して利益を負わない。簡単そうで意外にできていないことと思いませんか？今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。